時刻は10時10分になるところです。代わってこの時間は今日の金先物情報をお伝えいたします。朝10時に大阪取引所が発表した金の先物指数はこちらです。99円高の11,814円 0.84% の上昇となっています。では今週も日産証券名古屋支店長小林武さんにお電話で伺います。小林さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうしよう、今朝の金先物動向どうなった感じでしょうか。はい、本日の国内の金価格は、為替が155円60銭前後で推移し、 OSE の中心現月4月切りは寄り付きは 11,844 円でした。10時現在では11,814円と前日比99円高で、昨日下げた分以上に上昇して推移しております。その背景は、昨晩のニューヨークの金で8月切りで2375ドル50セントと前日比28ドル10セント高で終え、5月の ADP 全米雇用リポートで非農業部門の雇用者数が4月から縮小し市場予測を下回ったことでインフレ圧力が和らぎ、アメリカの長期金利は一時 4.2% 台後半と、約2ヶ月ぶりの水準まで低下し、アメリカの利下げ時期の後ずれ観測が後退し資金が流入して上昇したそうです。市場参加者の関心は週末のアメリカの5月の雇用統計になりますが、特に予想以上に強い指標であれば金は一時的に売られ、弱い指標となれば金は買われる可能性もあり、アメリカの利下げの時期の後ずれか前倒しか注目されています。また金融決定会合も本日 ECB、 来週は12日アメリカの FOMC、 14日は日銀と控えており、金融政策に敏感な動きをする金価格は、今週から来週にかけては2350ドルを境に一進一退の動きが予想されています。そんな中、国内の金価格は例年季節要因のアノマリーで見ると6月は値下がりしやすい時期でもありますけれども、昨日下振れしてもすぐ買われている状況から判断しますと、心理的な下値は11,500円、上値抵抗のある12,000円のレンジ相場としてしばらくは対処することをお勧めしたいと思います。来週下振れしたところがあれば回復参照して考えていいと思います。以上、本日の金価格の動向をお伝えしました。はい、小林さん、どうもありがとうございました。日産証券名古屋支店長小林武さんのお話でした。以上、今日の金先物情報でした。さて、日経平均株価は401円から397円85銭高 38,888円 2銭となっています。そしてトピックスの規模別の株価指数の小型株が今マイナス 16.6 ポイントになっていますので、日経中小型株指数がマイナスに転じました。 42.59 ポイント安の 19,270.26、 その他の指数は上昇キープしています。